世紀を代表する音楽グループである音楽誌、ローリングストーンによる、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第1位にランクインしており、経済誌、ウォール・ストリート・ジャーナルの統計算出に基づく、史上最も人気のある100の、ロックバンドでも1位となっている。グラミー賞を8回受賞し、24回ノミネート、されている。 1957年に、ジョン・レノンがバンド、クオリーメンを結成し、1960年に、ビートルズに改名。1962年10月5日にレコードデビューし、1970年4月10日に、事実上の解散をした。ファブ4という愛称でも呼ばれている。活動期間中、母国のイギリスで12作のオリジナルアルバムを発売し、そのうち11作が、 全英アルバムチャートで週刊第1位を獲得した。11作の週刊第1位の合計獲得数は162週。年間売上最高アルバム4作と、第1作、プリーズプリーズミによる連続30週第1位はいずれも1960年代の最高数。シングルは22作発売し、そのうち17作が第1位を獲得。 アメリカなど世界各国においても高い販売数を記録し、全世界での総レコードカセット CD、ダウンロードストリーミングなどの売上総数は6億枚を超えており、ギネスワールドレコーズに最も成功したグループアーティストと認定されている。1965年10月26日に女王エリザベス2世からンベ勲章を授与されている。 1988年にロックの殿堂入り。活動前期においてはアイドルとしてビートルマニアと称されるファンを獲得。中期頃からはラバーソウル、リボルバー、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドやアビー・ロードといった名盤と名高い作品を発表し、音楽的な面から評価されているほか、解散から50年以上が経過した現在でも映画作品や、 記念版が発売されるなど根強い人気を誇っている。ビートルズのロゴ、ビートルズという名称は、ジョン・レノンとスチュアート・サト・クリフが考えた造語である。レノンの証言では、この名前が考案されたのは1960年の4月で、バディホリーのバンド名、バディホリーザ・クリケッツのクリケッツにあやかり、昆虫の名前で、同じように2つの意味を含んでいる言葉として、ビートルズを、 映画、乱暴者から思いついた。しかし、バンド名を、ビートルズとした頃、クラブ出演を依頼してきたブライアン・キャスは難色を示し、解明を、出演条件として、ロング・ジョンピーシズ・オブ・シルバーという名称を提示した。話し合いの上、互いに譲歩して、ロング・ジョンシルバー・ビートルズと称することになったが、その後ロング・ジョンを除いて、シルバー・ビートルズと称した。 ただし、1960年8月から行った、最初のハンブルク巡業で出演した、クラブ、カイザー、ケラーの広告には、ザ・ビートルズと記載されている。基本的担当パートを、太字表記ジョン・レノンがスキッフ,フルバンド、クオリーメンを1957年に結成。それ以降は、ジョニーザ・ムーンドッグス、ロング・ジョンシルバー・ビートルズ、 シルバービートルズと改名しており、ビートルズと称するまでに複数のメンバーが入れ替わっている。ビートルズと称してから在籍したメンバーは通算6名。そのうち2名は1962年10月5日にシングルラブ・ミードでデビューする前に脱退している。その一人、スチュアート・サトクリフは1960年1月に加入してベース担当になり、 1961年に行われた2度目のハンブルク巡業後にバンドを脱退。その後、1962年4月10日に21歳で死去した。もう一人のピートベストは、1960年8月に行った最初のハンブルク巡業の直前にドラムスタントとして加入したが、1962年8月16日に解雇される。スターが、 ロリー・ストームザ・ハリ・ケーンズから8月18日にビートルズへ加入した。1962年10月のデビュー時点ではギター2、ベース、ドラムスという編成であった。これは1961年にギター3、ベース、ドラムスという編成で行われた2度目のハンブルク巡業の終了後、ベースを担当していたサトクリフが脱退して4人となり、 当時ギター担当だったマッカートニーがベースに転向して確立した。さらに、デビュー直前の1962年8月にドラマーがベストからスターに交代、この編成は解散の時期まで続いた。また、最初の2枚のアルバムは2トラックレコーダーのみで録音であり、原則この編成で一発撮りを行った。3作目のハードデ d ズナイトからは4トラックが導入されて、 多重録音が可能になったがすぐには使用されず、5作目のアルバム、ヘルプのレコーディングから、ドラムスベースリズムギター、リードギター、ボーカルの順に取ることが増えた。中期から後期にかけての楽曲では、マッカートニーが主に自作曲で、ギターやピアノを演奏することも増え、レノンやハリスンがベースを弾くパターンも増えたほか、1968年のアルバム、 ザ・ビートルズのレコーディングセッション時の一時的なスターの脱退もあり、バックインザ・ USSR、ディア・プルーデンスはマッカートニーがドラムスを演奏している。その他にも曲によってはメンバーのおがパーカッションを演奏していることもある。リードギターは基本的にハリスンが担当しているが、曲によってはレノンもしくはマッカートニーが担当することもある。レノンはリードギターを You can't do that, get back, I want to you, revolution などで担当。マッカートニーは、涙の乗車券の、フェードアウトの部分、タックスマンの感想部トラスト部分、バックインザ USSR などで、リードギターを担当している。ジエンドの感想部分は、マッカートニー、ハリスン、レノンの順にリレーする形で、ギターソロを演奏している。4人全員がいずれかの曲で、 リードボーカルを担当している。リードボーカルは、基本的に作詞作曲した本人が担当しているが、初期の、シー・ラブズ・ユー、抱きしめたいなどのレノンとマッカートニーによる、共作曲は、レノンとマッカートニーの二人で、リードボーカルを担当している。ハリスは、タックスマン、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス、サムシング、ヒア・カムズ・ザ・サンなど、スターは、イエロー・サブ・マリン。 With a Little Help, From My Friends, Octopus Garden などで、リードボーカルを担当している。楽曲によっては、ギターやベース以外の楽器も使用されており、メンバー自身が担当した作品と、外部から参加した演奏者がセッションした作品がある。メンバー自身が担当した最も初期の例では、デビューシングルの、Love m e d から3曲連続で、レノンがハーモニカを演奏。 キーボードにおいては、マッカートニーが、マーサーマイディア、レディ・マドンナ、ヘイ・ジュード、レッドイット・ビー、レノーン作の、セクシー・セディーなどでピアノを担当している。また、ミスター・ムーン・ライト、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズでは、ハモンド・オルガンを、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーでは、イントロのメロトロンをマッカートニーが演奏している。レノンはたびたびオルガンや、エレクトリック・ピアノといった、 電子鍵盤楽器を担当しており、また1965年8月15日に開催されたシェイスタジアムコンサートで披露されたアイムダウンでは原曲同様ボックスのオルガンを演奏している。ノルウェーの森から使用されるようになったシタールはハリスンが1965年頃に友人の勧めで聴いたラビシャンカルのレコードがきっかけとなって 興味を持ち、ロンドンの店で購入して使用した。1966年秋にはハリスンが自ら、インドに出向き、シャンカルから直接の指導を受けている。また、ゲッティングベターや、アクロス・ザ・ユニバースでのタンブーラ、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーでのチターなどもハリスンが、自ら担当している。ヘルター・スケルターではレノンがサックスを担当している。モーグ・シンセサイザーは、 アルバム、アビーロードのセッション時に、ハリスンが導入。当時は特注品のモジュラーシステムしか存在しなかったが、ヒアカムズ・ザ・サンや、ビコーズでハリスンが演奏。マッカートニーも、マックスウェルズ・シルバーハンマーで、レノンが、アイオンというで演奏している。外部ミュージシャンの例では、セッションドラマーのアンディ・ホワイトが、デビュー曲となった、ラブ・ミードのレコーディングに参加している。 ただし、これは、プロデューサーのジョージ・マーティンの判断によるものである。メンバーの意向による、参加ミュージシャンの例では、クラシック音楽の分野から、イエスタで、エリナー・リグビーで弦楽死従相談が、ペニー・レインでは、ピッコロ・トランペット奏者が招かれている。同じロックやポップスの分野では、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスで、リードギターを担当したエリック・クラプトンや、レボリューションで、 エレクトリックピアノを弾いたニッキー・ホプキンスが挙げられる。プロデューサーのジョージ・マーティンは、イン・マイ・ライフ、グッド・デー・サンシャイン、ラブリー、リタなどの感想でピアノを、ベイビー・イッツ・ユーでは、チェレスタ、サンキングではオルガンを弾いている。また、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズは、ユー,ノー・ノ m マイ・ネームのレコーディングに、サックスで参加。アルバム、レッド・イット・ビーのセッションには、 ビリー・プレストンがエレクトリック・ピアノやハモンド・オルガンで参加している。ただし、外部から参加したミュージシャンはプレストンを除きレコードのクレジットには記載されていない。メンバー4人のうち、マッカートニーとスターは左利きである。マッカートニーは左利きだと述べている。スターは文字を書くとき以外は左利きだと述べている。マッカートニーはベースやギターの左利き用のものの使用や、 文字を左手で書いている写真、映像がある。オリジナル曲はすべてメンバーが作詞作曲しており、最も多いクレジットは、レノンとマッカートニーの共作名義である、レノン・マッカートニーで、ビートルズナンバー213曲のうち、144曲が、レノン・マッカートニー名義になっている。それ以外のビートルズの公式発表曲には、名前の並びが逆の、 マッカートニー・レノン作品8曲、ジョン・レノンポール・マッカートニーが13曲、ハリスンの作品22曲、スターの作品2曲、レノン・マッカートニーとスターの共作1曲、全員の共作2曲が含まれている。未発表曲集、ザ・ビートルズ・アンソロジーには、レノンとハリスンの共作、マッカートニーとハリスンの共作の作品も収録されている。 レノン・マッカートニー。レノン・マッカートニー名義の作品は、アメリカのビルボード、イギリスのミュージックウィークの双方で、第1位を記録した曲が多く、ギネスワールドレコーズには最も成功したシンガーソングライターとして記載されている。レノンとマッカートニーが、どの曲で、どの程度の役割を担っているかという公式な記録は、ないが、書籍。 ザ・ビートルズ・アンソロジーのマッカートニーのコメントによれば、プリーズ・プリーズ・ミーはレノンがメイン、PS love you ・アイ・ラブ・ユーはマッカートニーがメイン、フロム・ミート・ユーは半々と様々なパターンが存在するが、基本的にはその曲をメインで作った方がリードボーカルを取っていることが多い。また同書によれば、共同クレジットで発表していくことは早い時期から決まっており、 レノン・マッカートニーという序列は二人の話し合いの上で決定した。ただし、第一アルバム、プリーズ・プリーズ・ミーでのみ、マッカートニー・レノンという表記になっており、イエスタデーなどマッカートニーが主に作詞・作曲した曲は、マッカートニー・レノンに表記にすることも検討されたが、実行はしていない。結成当初から、レノンとマッカートニーのどちらか一方が単独で作った曲であっても、 レノン・マッカートニー、または、マッカートニー・レノンと連名にする約束が取り交わされていた。このことは、後のいくつかの法的争いの元凶ともなる。1969年に、レノンが、プラスティックオのバンド名義で発表した、平和を、ガトーニー、の作詞作曲も、かつては、レノン・マッカートニーとクレジットされていた。 クレジット通りに二人で共作した曲は二十、数曲という見解もあったが、レノンはインタビューで否定しており、マッカートニーも、自伝、メニーイヤーズ、フロムナウにおいて、多くの曲が共作であると述べている。ただし、共作の割合は曲によって異なり、五十から五十で作った曲もあれば、一方がメインで作詞作曲し、もう一方は手伝った程度という曲もある。 1957年3月、レノンがスキッフルバンド、クオリーメンを結成する。同年7月6日、ウールトンのセントピーターズ協会が開催した、ガーデンパーティーでのクオリーメンのコンサートを、マッカートニーが見た。マッカートニーは共通の友人であるアイバン・ボーンに、紹介され、レノンに面会した。マッカートニーはギターを弾きながら、エディ・コクランの、 20フライトロック、ジーン・ヴィンセントの、B ・バップアルーラ、それに、リトル・リチャードのメドレーを歌った。マッカートニーが歌詞を完璧に覚えていることに加え、トランペットや、ピアノも演奏できることにレノンは感心して、クオリー面に勧誘し、翌日にマッカートニーは参加すると返答した。翌1958年2月6日、マッカートニーの紹介で、 ハリスンがクオリーメンのオーディションを受ける。ローンチーを完璧に引きこなしたことと、二人よりも多くのコードを知っていたことで、レノンに認められ、バンドに加わる。1959年になると、他のメンバーは、次第に辞めていき、1月には、バンドのメンバーは、レノン、マッカートニー、ハリスンの三人だけになる。同年10月、バンド名を、ジョニー ザムーンドッグスとする。1960年1月、サトクリフがレノンに誘われ、バンドに加入し、ベーシストになる。同年4月、レノンとサトクリフが、バンド名はビートルズではどうかと提案するが、工業側のブライアンキャスが解明を要請。交渉して、バンド名を、ロングジョインシルバービートルズとする。 1960年5月、ロンドンの音楽関係者であるラリー・バーンズが担当する新しいソロシンガーのバックバンドを務めるオーディションにエントリーする。参加を約束していたドラマーは来られなくなったが、キャスカサノバズのジョニー・ハッチンソンが代役でドラムスを担当して合格する。この後、シンガーに決定したジョニー・ジェントルのバックバンドとしてスコットランドにツアーに出る。 この時、レノンは、ロング・ジョン、マッカートニーは、ポール・ラモーン、ハリスンは、カール・ハリスン、サト・クリフは、スチュワート・ド・スタールと、それぞれが芸名をつけていた。このツアーでは、トニー・ムーアというドラマーが参加し、ツアー終了後もしばらく在籍していたが、やがて脱退する。8月、アラン・ウィリアムスを通じて、西ドイツのハンブルクでの仕事が入ったが、5人編成の、 バンドを希望してきたため、新たなドラマーが必要となる。この時、シルバービートルズが出演していたカスバクラブの経営者の息子ピートベストがドラムスをやっていたので、メンバーとして誘い入れる。この編成で、最初のハンブルク巡業に向かい、インドラというクラブで、毎日6から8時間の演奏を行う。当初は、おとなしい演奏に終始したため評判が悪かったが、 マネージャーのアドバイスもあって、ショーアップを心がけ、長時間のステージで演奏も上達したことにより、次第に人気を獲得していった。1ヶ月後、カイザー・ケラーに移動。デリーザ・シニアーズや、リンゴスターがドラムスを務める、ロリー・ストームザ・ハリケーンズと交代で出演することになり、この時に、スターとチキが生まれる。またこの頃、 ベストがステージを休むことが数回あったため、スターが代役として、ビートルズでドラムスを叩く機会があった。さらに、この頃、アストリッド・キルヒャーが、友人と共に客として、店に来るようになり、ほどなく、サトクリフと恋仲となる。写真家を目指していたアストリッドによって、この頃のビートルズの写真が撮影され、それが後に、ザ・ビートルズ・アンソロジーなどの文献に収録された。 同時期にアストリッドの友人で、後にイラストレーター、ミュージシャンとして、メンバーと関わるクラウスフォアマンとの進行を結ぶ。ハンブルクで、クラブ演奏を始めて3ヶ月後、カイザー・ケラーより、格上のザ・トップテンクラブからの出演依頼が来たのと時期を、同じくして、ハリスンが、満17歳で、就労年齢制限に抵触していることが発覚して、強制送還となり、 さらに宿舎にしている映画館の出荷を理由にマッカートニーとベストも強制送還となり残されたレノンも自力で帰国。サトクリフだけはアストリッドに援助されしばらくハンブルクに滞在した。再建されたキャバーンクラブ。1961年1月ハンブルクでの失敗でバンド活動を停止していたところにアラン・ウィリアムスから クラブ DJ のボブ・ウーラーを紹介され、オーディションの上で、リバプールのキャバーンクラブに、レギュラー出演するようになる。また、キャバーンへのメンバーと楽器を搬送する、ローディー役として、ニール・アスピノールが、続いて、マル・エバンズが雇われた。同年4月、2度目のハンブルク巡業を開始。前回、出演依頼があったザ・トップテンクラブで演奏するようになる。 このハンブルク巡業では初めてレコード会社によるレコーディングも実現した。また、再会したアストリットと一緒にプールに行った際、メンバーの髪が前に垂れている状態を見て、気に入ったアストリットは垂れたままの髪型にすることを提案。ベスト以外の4人がその垂れた髪型を使うようになり、それは後にビートルカットと呼ばれるようになる。2度目のハンブルク巡業が終わった時点で、 サトクリフが脱退。アストリッドと婚約して、ハンブルクに残ることになる。マッカートニーが、ギターからベースに担当を変え、4人組のビートルズが、誕生する。帰国後の8月、レノンの旧友だったビール・ハリーが、音楽新聞、マージービートを発刊。レノンの書いた文章が載るようになる。12月10日、リバプールで、レコード店、ネームズを営んでいたブライアン・エプスタインが、 マネージャーになることが決まる。このエプスタインの売り込みにより、1962年1月1日にデッカレコードのオーディションを受けるが、不合格となる。その後もライブ活動を続けるかたわら、エプスタインが各レコード会社に売り込みを続ける。4月から3度目のハンブルク巡業を開始し、11日からスタークラブで演奏。その前日の4月10日、 サトクリフが脳内出血により死去する。6月 EMI 参加のパーロフォンレーベイルからプロデューサーのジョージ・マーティンによるオーディションが打診される。6月6日に行われたオーディションを受けてデビューが決まった後の8月15日ベストが解雇される。直後にスターが加入し9月から EMI でレコーディングセッションが行われる。この時はスターの他に マーティンがオファーしたドラマーのアンディ・ホワイトが参加している。また、エンジニアとして参加したノーマン・スミスは、この後、ラバーソウルまで、シーフ・エンジニアを務めることになる。ハンブルクでの録音ザトップ10クラブでは、ビートルズは、トニー・シェリダンのバック演奏も担当した。1961年6月22、23日、1962年5月24日。 この縁で、シェリダンのバックバンドとして、レコーディングに参加。レコード会社は、トニー・シェリダンザ・ビート・ブラザーズと、バンド名を変えて発売。マイ・ボニーなどの他、シェリダン抜きで、レノンのボーカルの、いい娘じゃないか、インストゥルメンタルナンバーのビートルズのオリジナル曲、クライ・フォー a シャドウもレコーディングされた。1963年10月30日、スウェーデンのテレビ番組。 ドロップインで1962年10月5日にイギリスにてシングルラブミールでデビュー。ミュージックウィーク誌のトップ50では1962年12月27日付で最高位17位を記録。1963年1月11日にリリースされた英国での2枚目のシングルプリーズプリーズミーが メロディーメーカー史1963年3月2日付のシングルトップ50で1位を獲得。この曲のヒットにより英国で一躍人気グループになり4月11日にリリースされた3枚目のシングル From Me to You ではミュージックウィーク史で1963年5月2日付から6月19日付まで7週連続1位となる。同作以降は シーラブズユー、you, 抱きしめたいなどとシングルが連続して1位を獲得した。1963年4月26日に英国でのファーストアルバム Please Please Me を発売し5月11日付でチャート第1位となりその後連続30週間第1位が続いた。連続第1位が続いている中1963年11月22日に セカンドアルバム、With the Beatles を発売し、12月7日に、Please Please Me を押しのけて第1位を獲得。1964年5月まで21週間、連続1位になる。ビートルズは、この2枚のアルバムで51週間、ほぼ1年にわたり、イギリスのアルバムチャートの第1位を占有していた。10月13日、当時の人気テレビ番組、サンデーナイトアットザ、 ロンドンパラディアムに出演。およそ1500万人がビートルズの演奏を視聴した。メンバーの発言によれば、これによってビートルズはイギリスでの人気を決定的なものとし、さらに11月4日には、ロンドンのプリンス・オブ・ウェールズ・シアターで開催された、ロイヤル・コマンド・パフォーマンスに出演している。同じ頃、ビートルマニアと称される。 ファンの一部の行動が社会問題化し始める。1964年2月7日、アメリカに上陸1964年2月9日、エドサリーバンショ賞に出演しかしこの頃、アメリカではまだヒットを出せていなかった。新曲ができるたびに、ジョージ・マーティンはアメリカ合衆国側で EMI レコードを販売しているキャピトルレコードに、 アメリカでの販売を要請したがキャピトルは拒否。そのため、BJ レコードやスワンレコードなど EMI が英国での配給権を取得している小さなレーベルと契約してレコードを販売したが、マッカートニーの発言などによればレコード会社が小さいこともあり大規模な販売は実現しなかった。その後、ライフ氏やニューズウィーク氏がビートルズを記事にし、 ラジオのディスクジョッキーがビートルズのレコードをかけ始めるとビートルズはアメリカでも次第に知られるようになりキャピトルの方からレコード販売させてほしいと要請してきた1964年1月にフランス公演を行うその最中にアメリカでキャピトルレコードから発売されたシングル抱きしめたいがシングルチャート1位になった1964年6月 オランダのテレビ番組で2月にグループとして初めて渡米し9日に CBS のエドサリ番賞に出演。マッカートニーの発言によれば視聴者数は7300万人となった。11日にワシントンコロッシアムで初のアメリカ公演を行う。カーネギーホールで2回目の公演を行った後、16日にマイアミのドービルホテルで2回目のエドサリ番賞に出演。 この番組の冒頭で司会のサリバンはビートルズが初出演した9日の放送がアメリカのテレビ史上最高視聴率を上げたとコメントしている4月4日アメリカでチャート上位5位までを独占6月からはデンマーク、オランダ、香港、オーストラリア、ニュージーランドを回る世界ツアーが開催されるがスターが返答宣言にはずらって入院し 大役として、ジミー・ニコルが起用される。その後回復したスターはオーストラリアで合流。アデレードのタウンホールでの公演の際は、集まった30万人から歓迎を受けている。7月6日、イギリスで、リチャード・レスター監督による映画、ハード・デイズ・ナイトが公開。10日に、同名映画のサウンドトラックアルバムを発売し、ウィズ・ザ・ビートルズを抜いて12週間1位を保持していた。 ローリングストーンズのファーストアルバムを押しのけて7月25日に第1位になり、そこから21週間連続1位を維持した。この後、1966年の末まで、イギリスのアルバムチャートは、ビートルズとローリングストーンズが1位争いを繰り広げ、それ以外では、ボブ・ディランとサウンド・オブ・ミュージックのサウンドトラックの2社のみが、チャート争いに参加するという構図になった。 また、アメリカのビルボードにおいても、アメリカ編集版、ミートザビートルズザビートルズセカンドアルバム、ハードデ d ズナイトの3作が1位を獲得している。抱きしめたいのシングル版は、世界で1200万枚以上を売り上げ、歴代トップクラスのセールスを記録した。アメリカでは、自作のシングル、キャン t バイミーラブが、予約だけで210万枚に達し、また、イギリスでも、 予約枚数が100万枚になり、ギネスワールドレコーズには最も予約枚数があったレコードとして記載されている。8月からは第2回アメリカツアーを行い、34日間24都市で32公演が開催される。なお、同年7月に施行された公民権法制定により人種差別が許されなくなったはずのアメリカのフロリダ州ジャクソンビルでは、 開催される予定のゲーターボールがその後も黒人と白人の人種隔離政策をとっていたがこれを記者会見で尋ねられたマッカートニーがこれを馬鹿げているスターも全ての人々のために演奏していると明確に非難しその上で人種隔離政策をとっているような場所での公演を拒否し賞賛を受けたなおゲーターボールでは無事に人種差別が起きないまま公演を終えている 9月に帰国し、アルバム、ビートルズ・フォー・セールを録音。10月からは、イギリスの27都市で公演を行った。12月4日、イギリスで、ビートルズ・フォー・セールを発売。日本では1964年2月にシングル、抱きしめたいでデビュー。日本だけで1965年1月までの約1年間の、シングル版、LP 版を合わせた累計売り上げは300万枚に。 発し、日本での発売元である東芝音楽工業からメンバーにゴールデンレコードが授与された。映画、ヘルプ。のアメリカ版予告編1965年2月から映画、ヘルプ。4人はアイドルの撮影を開始。前作のモノクロのドキュメンタリータッチな内容から任意の事件が発生するストーリーが存在するカラー作品となった。7月に公開され。 サウンドトラックアルバム、Help! は8月6日にリリースされた。その収録曲の一つである、Yesterday は、後にビートルズナンバーの中でも際立って、有名な曲の一つとなる。8月15日、ニューヨークのシェイスタジアムで55,600人の観客を集めた野外コンサート開催。10月にはメンバーに対して、外科獲得に対する貢献で、んべくんが授与される。 12月にアルバム、ラバーソウルを発売。レノンは、このアルバムはビートルズが音楽的に同時代に影響を与えた最初のアルバムと述べており、ドライブ・マイ・カーや一人ぼっちのアイツ・シュタールを演奏に加えたノルウェーの森など、それまでのビートルズにはなかった作風が登場した。シタールの導入は、ラビシャンカルの影響を受けたハリスンの提案である。同月、 最後のイギリスツアーを行う。このツアー中にメンバーがコンサート活動を続けるかどうか話し合っている。1966年3月、レノンがイギリスのインタビューでビートルズはキリストよりも有名だといった発言を行う。それから5ヶ月後の8月、その発言の一部がアメリカのマスコミに転載され、物議を醸す。 4月にアルバム、リボルバーの録音を開始。この作品からノーマン・スミスに代わってアシスタントエンジニアだったジェフ・エメリックがチーフエンジニアに就任。6月24日から7月5日まで西ドイツと日本、フィリピンを回る最後の世界ツアーを行う。8月には最後のアメリカ公演を行い、29日のキャンドルスティック・パークで終了した。同月5日。 イギリスでリボルダーを発売。野球場でのコンサート1964年の全米ツアーは1ヶ月に24都市を回るという強行スケジュールであり、加えてレコーディングや映画撮影、テレビ出演などもあってメンバーの疲労も非常に激しいものとなった。そのため1965年の全米ツアーは日程が大幅に短縮され、 二週間で十都市を回るスケジュールとなった。その代わりにコンサート会場として何万人もの観客を一度に集めることができる野球場を使うことになった。1965年8月15日にニューヨークのシェイスタジアムにおいて開催されたコンサートの観客人数は5万5600人に上っている。これは当時としては 世界最大の観客動員数であり、またビートルズが開催したすべてのコンサートの中でも最大数である。1965年の全米ツアーのみならず、翌1966年の全米ツアーでも多くの野球場が使用された。ただし、こういった大規模な野外コンサートに対して、メンバーは音響面や観客との距離といった点で不満を抱いており、これが ビートルズのツアー中止の一員となった。これ以後、野球場、サッカー場といった、スポーツ競技場での大規模コンサートは一般化していき、日本でも1968年8月12日に、ザ・タイガースによる、高楽園球場でのコンサートが開催されて以降、スポーツ競技場でのコンサートが開催されるようになる。また、スポーツ競技場以外でも1969年の、 ウッドストックや1970年のワイト島フェスティバル1970といった大規模野外コンサートが行われるようになる。エルビス・プレスリーとの面会1965年8月27日にビートルズはロサンゼルスのエルビス・プレスリー宅に招かれた。プレスリーのマネージャーであるトム・パーカー大佐がエプスタインと極秘の打ち合わせを行うという名目だったが、 プレスリー宅周辺には人々が集まった。面会に際してメンバーは馬鹿だと思われないように装いながらも心を踊らせて部屋に入った。部屋でプレスリーはテレビを見ながらベースを練習しながらくつろいでいた。本物のエルビスだと感激したメンバーは呆然としてしまい、プレスリーがずっとそうやって僕を見ているだけなら僕はもう寝るよ。 せっかく演奏ができると思って待っていたのにと声をかけたことから即興演奏が始まった。プレスリーはベースを演奏し、レノンとハリスンはギター、マッカートニーはピアノを演奏した。スターはドラムキットがなかったので演奏せず、ビリヤードやサッカーを楽しんでいたという。プレスリーはビートルズの曲も歌い、君たちのレコードは全部持っているよと言った。 対してレノンは、僕は、あなたのレコードは一枚も持っていないと発言したので、その場が凍りついた。これは、レノン流の過激なジョークだったのだが、プレスリーは、その発言に気分を害してしまった。レノンは、プレスリーのベトナム戦争に賛同する姿勢や、マンネリ気味である映画を痛烈に批判した。これらのことをきっかけにプレスリーはレノンを嫌うようになった。プレスリーは、 マッカートニーやハリスンが作曲した曲はコンサートで頻繁に歌っているが、レノンの曲は歌っていない。レノンは発言を反省したのか後日、メンフィスマフィアにエルビスがいるからこそ今の自分があると伝えるよう頼んだという。しかし後に、レノンがアメリカに住み、ベトナム反戦運動を積極的に行っている頃、プレスリーはニクソン大統領に ジョンを追放してほしいとの手紙を出したとも言われている。この面会は当時の音楽界において最も注目すべきものだったが会話は録音されていない。これはパーカー大佐の要請ではなくエプスタインがプレスリー側へ気を利かせ会話録音を一切許可しなかったからである。レノンのキリスト発言1966年3月。 コラムニストのモーリングリーブによるレノンのインタビュー記事がロンドンイブニングスタンダード誌に掲載された。この記事の一部がアメリカ公演間際にアメリカのティーン雑誌デートブックに転載された。元の記事は紙面にして2ページという量だったがデートブックはその中の一行であるビートルズはキリストより有名だという発言を抽出して掲載した。これが 神を冒涜したとアメリカで解釈され、ビートルズのレコード、プロマイドやポスターといったグッズなどが組織的に破棄焼却されるという事態に発展。特にアメリカ南部で大きな騒動となり、殺害予告もなされるに至った。この事態に対し、エプスタインはツアー前に声明を発し、その解釈が誤解で、ジョン・レノンは神や宗教に対して、 真摯な態度の人間である。しかし現在の若者には、ビートルズの方が影響力がある、と言いたかったのだという胸を述べた。また、アメリカ各地のプロモーターに対して、コンサートをキャンセルしても構わないと告げたが、キャンセルを申し出たプロモーターはいなかった。公演前に、レノンが、釈明会見を行ったが、騒動は続き、バイブルベルトに着いた頃には乗っているバスの窓が、 群衆に叩かれるなど危険な事態が生じた。アメリカツアーは予定通り行われたが満員にならない会場も多かった。ローマ教皇庁の斜面事件から42年を経た2008年11月、バチカンの公式新聞、オッセルバトーレ・ロマーノはローマ教皇庁がレノンの発言を許したという声明を発表した。この記事は、 1966年に発表されたものを再度掲載したものである。予想外の成功を手にした若者が豪語しただけに過ぎないというのがローマ教皇庁の見解である。なお、この年はアルバムザ・ビートルズ40周年記念の年にあたりビートルズを称賛する内容で締めくくられている。2010年4月にもビートルズ解散40年に合わせ、 同志はビートルズを称賛する記事を掲載した。日本公演日本公演を行った日本武道館、日本武道館の内部1966年6月30日から7月2日にかけて、ビートルズ唯一の日本公演が行われた。日本航空の JL412 便、ダグラス DC-8 から53型機で、前の公演地のハンブルグからロンドン、 アンカレッジを経由して羽田空港に着いたビートルズは関東地方での台風のためアンカレッジで一時、後期してウェストウッドホテルで休養したため予定より11時間ほど遅れ6月29日の午前3時39分に到着した夜には香山雄造とすき焼きを食した羽田空港到着時には早朝にもかかわらず大勢の報道陣やファンらが待つ中を 日本航空の JAL のロゴと鶴丸のついたハッピンを着てタラップを降り、キャデラックにパトカー先導でホテルへ首都高速経由で向かった。29日午後には東京ヒルトンホテル内で記者会見が開かれている。公演は6月30日夜及び7月1日、昼夜、2日昼夜に再行し、会場はすべて東京都千代田区の日本武道館。 7月1日の昼の部に収録された映像は、当日夜に、テレビ番組で放送された。司会を務めたのは、e.、E.H. エリック。前座として、美藤勲、内田優也、餅月博桜井五郎、ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルージーンズ、ザ・ドリフターズが、舞台に上がった。この前座バンドについては後に、マッカートニーが、ハロービートルズ、 ウェルカムビートルズといった歌が聞こえてきた。音楽性は高くないがそういう艦隊は嬉しかったと発言している。この時歌われた楽曲ウェルカムビートルズは1966年9月10日発売のジャッキー・吉川とブルーコメッツのアルバム青い瞳、青い渚ブルーコメッツオリジナルヒット集に収録されている。 しかしそうした艦隊の一方で日本武道館で初めてポップミュージックを演奏することを批判するものも存在した右翼団体第日本愛国党総裁の赤尾里氏をはじめとした外戦者やビートルズゴーホームと書かれた横断幕の前で街頭演説をする者が現れさらに実際にビートルズ側に対して脅迫を行う者も,もいた このため警視庁は大規模な警備体制をとり、会場内においても1万人の観客に対して3000人の警官を配備して監視を行った。またファンが殺到することによる混乱を避けるために、ビートルズ側の行動も著しく制限され、分刻みのスケジュール管理及び日中のヒルトンホテルからの外出禁止などの措置が取られたが、その代わりに29日には、 東芝音楽工業の計らいで、日本の若手アーティストの代表として、香山雄三がホテルを訪問をしたほか、ミュージックライフの取材を受けた。またメンバーは行動制限を買いくぐって7月1日の朝に皇居に、そして昼間に、表参道と青山に買い物に出かけている。その後には着物屋や土産屋が訪問販売をしている。コンサート自体は、 マイクスタンドの不備などの問題は生じたものの、事故や暴動などの問題は生じなかった。むしろ厳重な警備もあって会場が静かで自分たちの演奏が聞こえたので、メンバーは最初のステージで自分たちの音が合っていないことに気づいてショックを受けた。ハリスンは最初のステージ後、今日の恋をするならば僕が これまでやってきた中で最低だったよ。最近のツアーで僕たちの演奏はこんなものなんだよと発言している。これを受けてビートルズとツアーメンバーは次のステージまでに急いで改善の努力をした。その結果演奏は回を重ねるほどに改善していった。3日間の公演の総観客数は5万人とも2万5千人とも言われる。3日の午前10時44分に 大勢の報道陣に囲まれながら、日本航空のダグラス DC-8 の53型で、経由地の香港に向けて離日する。フィリピン事件1966年7月3日に、羽田空港を立つと、香港に行き、2時間30分ほどの滞在中に、取材を受けた後、キャセーパシフィックのコンベア880型機に乗り換えて、マニラに渡航した。 7月4日に荒ネタコロシアムにて公演を2回行い、計10万人を動員。7月5日に離避した。4日のコンサートの前に、イメルダ・マルコスによる歓迎パーティーが大統領官邸で取り行われることになったが、コンサートの前の時間が滅多にない休日だったため、ビートルズ側はこの出席を辞退した。それにもかかわらず、フィリピンのテレビは、 官邸からの生中継でもうすぐビートルズが到着すると放送し、フィリピンのプロモーターは出席を要請し続けたが、結局ビートルズ側は出席しなかった。5日になってこの出来事は新聞やテレビで報道され、ビートルズの欠席を知ったフィリピン国民は怒りをあらわにした。離避しようとしているビートルズは空港などで多数の市民に取り囲まれたばかりでなく、 警官や兵士までがメンバーに敵意を向けるという事態に発展する。ロードマネージャーが小遣れたり足毛にされたり、離陸許可がなかなか出ず、結局コンサートの収入をすべて当局に渡して許可がようやく出てフィリピンを離れることができた。後にメンバー及び関係者は事件について、スタッフのマルエバウスが死を覚悟する発言を口にした。 この一件によってエプスタインが体調を崩した。あんな狂った場所には二度と行きたくないと述べている。あとの1986年にマルコス夫妻が失脚した際も、そのことに肯定的な発言がある。ニール・アスピノールは、この事件はビートルズからツアーへの意欲を奪った一員、と述べている。これまでのビートルズの世界各国をめぐる、コンサート活動は、 1966年8月29日のサンフランシスコキャンドルスティックパークでのコンサートをもって終了した。1965年の段階でスターやハリスンはスケジュールの過酷さに不満が募ってきていたと発言しておりメンバーの体調面や私生活の破綻が懸念されるようになっていく。加えてメンバーが コンサート自体の出来に不満を感じ始めるようになっていた。当時は演奏者が自分やバンドの演奏音を確認するためのモニターシステムが備わっておらず、PA も満足なものがなかったため、観客に演奏が届きにくかった。1965年8月15日のシェイスタジアム公演を含むアメリカツアーでは、 スタジアム公演のために特注の100ワットのアンプが用意されたが、それ以前は30ワットを使っている。こういった機材面の問題に加え、観客が音楽を聴いていないこともメンバーは不満に感じ始めており、特にレノンはこの状況について、ビートルズのコンサートは音楽とは関係ないと発言している。 さらにツアーの続行はメンバーや関係者の身の安全にも影響を及ぼした。日本公演では武道館での演奏への一部の反発やファンの殺到による危険防止から大掛かりな新編警護が実施され日中にほとんどホテルから外出できなかった。さらにその後のフィリピンでの出来事や8月のアメリカでの騒動では人命をも脅かす事件が連続して起こっている。 こうした一連の出来事によって、メンバーたちの鬱憤が増大の一途をたどり、コンサート活動の終了に至った。エプスタインは、フィリピン公演の後に立ち寄ったインドで、ハリスンに来年もツアーをやるのと質問され、1967年はツアーを行わないと回答している。さらに1967年8月に、エプスタインが休止して、 マネージメントの構造自体が変質したことも、公演活動の再開を遠ざけた。こうした反面、ビートルズはスタジオでの創作活動に意欲を振り向け始め、コンサートでは再現困難な作品も作り始めていた。すでに1965年の、一人ぼっちのあいつや1966年の、ペーパーバックライターなど、ボーカルハーモニーのライブ再現が難しい曲が、 発表されていたが、コンサート活動の終了後、初めて発売した1967年のオリジナルアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドは、制作に半年を費やし、コンサートでの再現を想定していない、スタジオワークの技術が多く使用された。1966年9月、レノンは、映画、ジョン・レノンの僕の戦争の撮影のためスペインに向かい、 この撮影の休憩時間を使って、ストロベリーフィールズフォーエバーが書かれた。ほぼ同時期にハリスンは、インド音楽の研究のため、インドに行き、ラビシャンカルに対面している。11月、ジョン・ダンバーの招待で、レノンが、インディカギャラリーに赴き、オノよう子に出会う。同月、ツアー終了後初めて、アビーロードスタジオに集合し、ストロベリーフィールズフォーエバー。 ホエイムシックスティフォー、ペニー、レインなどを録音。これらの曲は当初、次のアルバムに収録する予定だったが、キャピトル側が、シングルの早期発売を要請してきたため、このうちの2曲を先行して、シングル発売することになった。1967年2月、ストロベリーフィールズフォーエバーと、ペニーレインが両 A 面シングルとして発売。レコーディングは引き続き行われ、 6月1日には、イギリスで、アルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが発売される。このアルバムは、当時のポピュラー音楽界の枠を超えて、多大な文化的影響を与えたと言われている。同月25日、3億人が視聴した、世界同時衛星中継番組、我らの世界に出演し、愛こそは、すべてを披露する。 同曲は7月にシングル発売された。8月にハリスンがサンフランシスコに行き、ヘイト・アシュベリーでヒッピーらと交流を持つが、ドラッグカルチャーに対して否定的な結論に至り、逆にスタールの習得の際に触れたインドの瞑想に深く関わるようになる。このハリスンの発案により、8月24日、 妻の出産で出席できなかったスターを除く3人が、ロンドンのヒルトンホテルで行われたマハリシマ兵種ヨーギーのレクチャーに参加。続けて、ウェールズのバンガーでのセミナーに参加する。しかし27日に、エプスタインが休止したため、4人はセミナーを辞去して、ロンドンに戻る。エプスタインの死によって、ビートルズのマネージメントの不備が明らかになり、アップルコア設立が起とされる。 9月からテレビ映画マジカルミステリーツアーの撮影が行われ年末に BBC で放映される。同作のサウンドトラックは11月にアメリカでコンピレーション形式の LP 版12月にイギリスで EP 版が発売される。1968年1月ハリスンがインドのボンベイで不思議の壁を録音。 同名映画のサウンドトラックで11月に発売された。その後メンバー全員でリシケーシュのマハリシマヘイシュヨーギーの講義に参加。その間にニール・アスピノールとディレクテーラーの主導でアップルコアの設立準備を行う。5月、ニューヨークでレノンとマッカートニーがアップルコア設立の記者会見を行う。7月、アニメーション映画イエロー・サブマリンを公開。 8月、レノンと妻のシンシアの関係が、小野洋子により険悪になったことから、夫妻の息子であるジュリアンに、マッカートニーが伝えたいと思ったメッセージが元になった、シングル、平ュー度が発売される。11月、初の2枚組アルバム、ザ・ビートルズが発売。アップル・コア・エプスタインが設立した、アップル・パブリッシングという投資会社が元になっている。しかし、エプスタインが死去し、 その時点でのマネージメント契約や権利の所在がビートルズにも把握困難になったためメンバー4人を呼びマルエヴァンスとニール・アスピノールの計6人が話し合いその対応策としてアップルを拡大することにしたアビーロードスタジオの入り口1969年1月トゥイックナムスタジオでレコーディングとドキュメンタリー映画の撮影を兼ねたゲットバックセッションが始まる だがレコーディングの過程でメンバー間の不和が増大。マッカートニーとハリスンが衝突し、ハリスンが一時離脱する。ミーティングの上でハリスンは復帰を承諾するものの、トゥイッケナムでの続行に不満が提起され、サビルローに新しく作られたスタジオに移動する。ハリスンの提案でビリー・プレストンをセッションプレイヤーとして招聘して、セッションを再開したが、結局この時点では、 アルバムリリースには至らず、次回作と発売順が入れ替わる結果となる。1月30日、映画のラストで使用された屋上でのライブパフォーマンスを観光。その後、アップルコアの財政が危機に陥り、マネージャーの決定をめぐってメンバー間で対立が起こる。マッカートーは恋人のリンダ・イーストマンの父、リーイーストマンを押したが、他の3人はアラン・クレインを押した。 3月12日にマッカートニーがリンダと結婚。同日、ハリスンの家を警察がマリファナ所持の容疑で捜索。同月20日、レノンはかねてから愛人関係にあったオノとジブラルタルで結婚式を挙げる。4月、アビーロードスタジオにてアルバムアビーロードの録音を開始。8月8日午前10時頃にアビーロードの ディスクジャケットの写真撮影が行われた。当日は暑かったためマッカートニーはスーツにサンダル履きという姿で現場に出向いており、実際にサンダルを履いて横断歩道を渡るカットも撮影された。22日、レノンの新しい指定にて全員が揃った最後の写真撮影が行われた。9月、レノンとオノが結成したプラスティックオノバンドが、 カナダのトロイントでコンサートを開催。ハリスンはメンバーに誘われたが辞退し、エリック・クラプトンがギタリストとして参加した。レノンが帰営した後の9月末、アップルで今後の活動に関する会議が行われた小規模なギグからコンサートを再開したいというマッカートニーの提案に、レノンがお前は他、俺は辞めると述べた。しかしアラン・クレインは、 レノンの脱退以降を公表しなかった。1970年4月10日にマッカートニーがビートルズ脱退を表明し、ビートルズは事実上解散となった。4月17日にマッカートニーはソロアルバムマッカートニーを発売。5月8日にフィル・スペクターのプロデュースでゲットバックセッションでの録音をまとめたアルバムレッド・イット・ビーが発売される。アルバムレッド・イット・ビーと アビーロードサビルローにあるアップル社のビル。このビルの屋上でゲットバックセッションの一部であるルーフトップコンサートを行った。レッド・イット・ビーとアビーロードは収録順と発売順とが逆になっている。時系列は以下の通り。マッカートニーの提案によるゲットバックセッションは1969年1月3日から31日にかけて行われた。 このセッションは、新アルバムのレコーディングに加え、スタジオでのセッションをすべて撮影し、その模様をドキュメンタリーにして放送、そして新曲を引っさげライブ活動を再開するという、プロジェクトとして企画された。撮影されたフィルムは後に編集されて、映画、レッド・イット・ビリーとして公開されることになる。しかし、セッションで収録された音源をメンバーは気に入らず、制作された。 テスト版、ゲットバックは公式にリリースされることはなかった。その後、アビーロードの制作が開始されたため、このセッションはお蔵入りとなってしまう。録音された楽曲に興味を失ったメンバーはこのプロジェクトを放棄したものの、アップルがこのプロジェクトに大量の投資をしていたこともあり、楽曲を廃棄はできなかったため、レノンやハリスンらの依頼により、 フィル・スペクターがプロデュースを担当。アルバム、レッド・イット・ビリーが完成した。映画の公開にタイミングを合わせたこともあって、発売はレコーディングから、丸1年以上経ってからになった。一方、アビーロードは、従来通りメンバーとジョージ・マーティンが、アビーロード・スタジオで制作した作品であり、完成した翌月に発売された。この件について、スターは、世の中が、 どれほどよじれているかがわかる出来事だ。映画は僕やジョンやポールが編集した方がずっと面白いものができただろうと述べている。解散1970年4月10日、マッカートニーはイギリスのタブロイド紙デイリー・ミラーでビートルズから脱退することを発表した。同年9月にハリスンがクラウス・フォアマンを加入させベース担当にするとの噂が立ったこともあり、 マッカートニーは12月30日にロンドン高等裁判所にアップル社と他の3人のメンバーを被告としてビートルズの解散とアップル社における共同経営関係の解消を求める訴えを起こした。翌年1971年3月12日裁判所はマッカートニーの訴えを認め他の3人は上告を断念この時点で ビートルズの解散が法的に決定された。1971年に発売された、レノンのアルバム、イマジン収録の、How Do You Sleep? のように、レノンとマッカートニーは、お互いのソロ作品の中で互いを非難をしている。本曲のレコーディングにはハリスンも参加し、歌詞の中では、イエスタデー、マッカートニーのソロ曲、アナザーデイ』までも持ち出し、辛辣に皮肉っている。 しかし緊迫した関係は次第に行き時計へと向かい、1980年のインタビューで、レノンは3人に親愛を抱いている。3人が自分の人生の一部を占めていることは事実である。人生で2度大きな選択をした。1度目はポール・マッカートニーで2度目は小野陽子だ。一緒に仕事をしたいと思ったのはこの2人しかいない。 二人ともとても良い選択だったと思うよ。と述べている。またハリスンも後にビートルズに対して肯定的な意見を述べているほか、マッカートニーも問題が発生しているかどうかとは別に、四人の結束は常に固いと述べている。なお、スターのみは解散以後も他の三人のメンバーとの良好な関係を保ち続け、レノン、マッカートニー、ハリスンと共に、 スターのソロアルバムのレコーディングに参加している。1973年リリースのアルバム、リンゴでは、アルバム上だけではあったが4人が、同じ新作アルバムの中で演奏を、レノンが提供した楽曲、I'm the Greatest では、レノン、ハリスン、スターが演奏に参加している。1971年8月、ハリスン主催のチャリティーコンサート、バングラデシュコンサートが、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開催、主催者のハリスンのほかスターも参加した。そのライブアルバムは、翌年の1972年にリリースされ、第15回グラミー賞の年間、最優秀アルバム賞を獲得している。1973年、アップルレコードより2枚組ベストアルバム、ザ・ビートルズ1962年から1966年、 ザビートルズ1967年から1970年がリリース。赤版がビルボードのアルバムチャートで3位、青版が1位を獲得した。日本のオリコンでは赤版が7月9日付で1位、1973年度の洋楽年間チャート1位となっている。またこの年は世界各国でビートルズのリバイバルブームが起こり、タイムやニューズウィークなどで ビートルズが取り上げられた。さらに、同年11月にリリースされたスターのアルバム、リンゴでは他の3人が楽曲提供を行ったほか、レコーディングに参加したことでも話題となった。1980年12月8日レノンがニューヨークの自宅前で射殺された。翌年1981年にハリスンが発表したレノンの追悼曲。 過ぎ去りし日々ではスターが、ドラムス、マッカートニー率いるバンドウィングスがコーラスとして参加。本曲は、レノンの死後初めてたメンバーが共演した作品となった。1985年、ギネスワールドレコーズが、世界でのビートルズのレコード、テープの総売り上げが10億枚以上と認定した。1987年2月26日、ビートルズの作品が、 CD 化され正式にリリースされた。同年3月9日、レノン・マッカートニーがアメリカのソングライターの伝道に選ばれた。本来はアメリカ国内のソングライターに対するもので、アメリカ人以外の作曲家としては初の伝道入りとなった。1995年、ザ・ビートルズ・アンソロジーのプロジェクトが開始、同年11月、プロジェクトの一環で、 コンピレーションアルバムザ・ビートルズ・アンソロジー1が発売された。本作にはレノンが残した未発表のデモテープを元に制作された新曲フリー・アズ・ア・バードやデビュー前から1964年頃にかけての未発表曲やデモ音源別テイクが収録されビルボードのアルバムチャートで3週連続1位を獲得している。翌1996年には ザ・ビートルズ・アンソロジーに、ザ・ビートルズ・アンソロジー3が発売された1999年にはアニメ映画イエロー・サブマリンの DVD がサウンド O5.1 CH 化され再発されたほか映画で使用された楽曲に最新のリミックスなどを施した初のリミックスアルバムイエロー・サブマリンソングトラックが発売された2000年10月 ザ・ビートルズ・アンソロジーの書籍版が出版。同年11月、ベイビルボードと A ミュージック・ウィークで1位になった27曲を収録したベストアルバム、ザ・ビートルズ1が発売。世界34カ国で1位を獲得した。2001年11月29日、ハリスンが脳腫瘍と肺がんのため死去。2003年11月、アルバム、レッド・イット・ b ー。 ネイキッドが発売。ゲットバックセッションで録音された音源に、最新のリミックスとリマスタリングを施し、レッド・イット・ビーでマッカートニーが不満を表明していた、フィル・スペクターによる、オーケストラなどの追加部分が削除された。2006年11月、人気ミュージカルシルクル・ソレイユのサウンドトラックとして、リミックスアルバム、ラブ・ガリー・リィース。2007年1月、イギリスで、 ビートルズのアルバムジャケット画を使用した切手が発売。2009年9月9日、イギリス版オリジナルアルバム12作と、米編集、マジカルミステリーツアー、パストマスターズの CD が、新たにリマスタリングされたステレオ音源で、世界同時発売。同日、ザ・ビートルズまでのオリジナルアルバムのモノラル音源と2枚組の、モノマスターズを収録した CD ボックス。 ザ・ビートルズモノボックスも発売された。ステレオアルバムボックスを USB メモリに収録したザ・ビートルズ USB ボックスも発売された。このボックスにはオーディオ CD のスペックをしのぐフラック 44.1kHz24bit で収録された音源のほか CD ブックレット、ボーナス DVD をデータ化したものも収録されている。 2010年、オリジナル作品の iTunes でのデジタル配信が解禁となる。ラブも2011年2月に配信され、同時にアルバムで1位を獲得した。2011年6月、ザビートルズアンソロジーのリマスター版が配信開始。2013年11月11日、オンエア、ライブア at the BBC Volume 2が世界同時発売。 2014年1月27日、ビートルズ訪米50周年のトリビュートコンサート、The Night That Changed America, A グラミサルートツ The Beatles を開催。ラストでは、マッカートニーと、スターが、With a Little Help, From My Friends と、ヘイジュードで共演し会場を熱狂させた。2015年11月6日にはリミックスが、施されたザ、The Beatles1 が、 ミュージックビデオ集の DVD& ブルーレイとのセットで再発売された。2016年3月8日、ビートルズのほとんどの楽曲をプロデュースし、5人目のビートルズとも称されたマーティンが死去。6月17日に、モーラで全アルバムのリマスター版と、ラブ、アンソロジー、アンソロジーハイライトが解禁された。 2017年5月27日、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの発売50周年を記念したボックスが発売。日本では2017年11月18日から2018年1月28日の日程でビートルズ展が開催され、武道館公演のプログラムなどの他日本発公開アイテムを含む約400点を展示されている。 2018年11月9日、ザ・ビートルズの発売50周年を記念したボックスが発売。2019年9月27日、アビーロードの発売50周年を記念したボックスが発売。翌10月4日付の全英アルバムチャートで1位を獲得し、1970年1月31日以来の1位奪還を果たした。 2021年10月15日、レッドイット b ースペシャルエディションが発売。デビュー当初は、アイドルグループと認識される傾向が強かったが、その時期においても、音楽的評価はなされていた。先輩格の同業者では、ジェリーリー・ルイスが才能を認める発言をしており、ザ・ビーチ・ボーイズのカール・ウィルソンは、抱きしめたいのファンだったと述べている。ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンは、 ビートルズの勢力拡大に対してメンバーとミーティングを開き、市場維持のために自分たちの音楽性を変化させることを提案している。なお、後年リリースしたビーチボーイズのアルバムペットサウンズは逆にビートルズのサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドに影響を与えることとなった。更新のミュージシャンではトムペティア。 ジャクソン・ブラウンが賞賛とともに、ビートルズが、ポピュラー音楽を変容させた点を挙げており、U2 のボノもビートルズの前衛性を評価している。他にも、オジー・オズボーン、グラディス・ナイト、ブルース・スプリングスティーンなど、様々なジャンルのミュージシャンが、ビートルズのファンだったことを打ち明けている。1967年に、リリースされた、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの音楽的な、 評価は特に高く、それまでビートルズに批判的、または無関心だった層にも好評を得て、ポピュラー音楽そのものを変革した作品と評された。スターは、1966年から67年頃のバンドは、ほぼ全てビートルズに影響されていて、それらのプロデューサーは多かれ少なかれ自分の担当するバンドの音をビートルズに似せようとしていたと述べている。 ビートルズのレパートリーはオリジナル曲と規制のロックポップス曲のカバートがあるが活動期間中にイギリスで発売された22枚のシングルはすべてメンバーの自作曲であるチャックベリーなど自作自演のロックミュージシャンは以前から存在したが1962年頃の音楽産業界の主流ではなかった当時はプロデューサーと販見業者と 音楽作家の連携が行われており、ジョージ・マーティンもその監修をビートルズに伝えている。ビートルズ以前に数多くの前衛チャート1位を獲得したバンド、クリフ・リチャードシャドウズなども、その多くが外部の作家の作品で、ディッキー・プライドやビリー・フューリーといった当時の人気歌手も同様だった。ビートルズも当初はマーティンの発案で外部の作家による How do you do it? をデビューシングルとする予定だったが、メンバーは自作曲のシングル発売をガンとして主張し、結果として同じ日にレコーディングされた自作曲ラブミール」でデビューした。自作自演は以降のイギリスの音楽産業界に次第に浸透していくことになる。代表的な例がビートルズより少し後にデビューしたローリングストーンズであり、 キース・リー・チャーズとミック・ジャガーが、それまでの規制曲優先から方向を変えて、自作自演するようになったのは、ビートルズのメンバーから作曲について、直にアドバイスされたからだった。ビートルズのデビュー及び、イギリスでの活動は、イギリスの音楽産業そのものにも変化をもたらしている。ホリーズに在籍していたグラハム・ナッシュは、ビートルズ以前のイギリスの芸能界は、ロンドンが中心で、 地方とは分け隔てられた状態だった。それを、リバプールのバンドであるビートルズが突破して、市場の勢力が一変し、その結果、マンチェスターのバンドであるホリーズにもチャンスが巡ってきたと述べている。次の変化はアメリカで起こっている。1963年まで、イギリスのポップグループの曲が、アメリカのビルボードシングルチャートで1位になったのは、トルネドードスのテルスターが、 唯一の例で、それも2作目以降はヒットを持続させていなかった。しかし1964年初頭、キャピトルが初めてリリースしたビートルズのシングル、抱きしめたいが、ビルボードで1位となった後、4月4日には上位5曲をビートルズが締め、翌週の11日には、ビートルズの曲14曲が100位以内にチャート入りするという事態が生じた。 このビートルズの人気によって障壁が打ち破られ、この後、イギリスの多くのバンドがアメリカに進出を始める。ローリングストーンズやアニマルズ、キンクス、デーブ・クラーク・ファイブ、ハーマンズ・ハーミッツ、ザ・フー、ピーターゴードンなどが進出したこれらの一連の流れは、ブリティッシュ・インベージョンと呼ばれている。この状況に対し、ファン層が異なっていた。 モータウンを除いて当時のアメリカ側の音楽関係者の多くは対応策を迫られ状況の分析と打開に向けて動き始めることになったビートルズ自身は自分たちは多くの音楽その他の事象に影響されていると述べている1950年代に活躍した先駆的ミュージシャンたちにはメンバー各人がアマチュア時代から影響を受けたと述べており中でも エルビス・プレスリー、リトル・リーチャード、チャック・ベリーの3人が挙げられている。特にチャック・ベリーは、音楽も、歌詞の内容も評価が高い。一方、エルビス・プレスリーとリトル・リチャードは音楽に加えて、スター、アイドルとしての要素にも憧れていたと述べている。ただし、プレスリーについては、レノンもマッカートニーもファーストアルバム、エルビス・プレスリー登場。 この頃については高く評価しているものの、除退後の作品は興味を持てないと述べている。レノンは、プレスリーとの対談において、昔のスタイルに戻るつもりはないのかと進言している。それ以外にも、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、チェット・アトキンス、ファッツ・ドミノ、ジーン・ビンセント、バディ・ホリー、エディ・コクランナの影響があったと述べている。なお、ビル・ヘイリーの、 ロックアラウンドザ・クロックに対する評価は分かれていて、マッカートニーとハリスンとスターが気に入っているのに対し、レノンは印象はあまり強くなかったと述べている。デビュー後の早い時期に影響を受けたのはボブ・ディランで1964年1月のフランス公演の際に現地の DJ からフリーホイーリン・ボブ・ディランを手に入れ、それ以来ずっと聴き続けた。 同年に行われた2回目のアメリカツアーで本人に面会した時は全員がディランのデビューアルバムボブ・ディランを持っていた。特にレノンは強く傾倒しており1965年に発表された悲しみはぶっ飛ばせを自分のディラン時代の作品だと述べている。ノルウェーの森をはじめビートルズにインド音楽の影響が現れたのはハリスンが ラビシャンカルのレコードに影響されたことがきっかけとなっている。さらに前述の通り、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドは、ザ・ビーチ・ボーイズのペット・サウンズの影響を受けている。ジョージ・マーティンの功績1962年6月6日、ジョージ・マーティンは、ビートルズのパーロフォンでのオーディションを担当。同年10月に発売されたデビューシングル、ラブ・ミールから、 最後に録音されたオリジナルアルバムアビーロードまでのプロデュースを担当し音楽性に大きな影響を与えたデビューに際しては選曲でビートルズのメンバーと意見をことにしたがシングルプリーズプリーズミー以降はメンバーのオリジナル曲を優先してシングル化しているマーティンは当初メンバーのうち誰か一人をメインボーカルに設定するつもりだった当時の人気バンド クリフ・リチャードザ・シャドウズなどに代表されるように、この頃は、ボーカリストバックコーラス、または、リード・ボーカル・ウィズ・バック・バンドという形式が多かったためで、マーティンも、第2のクリフ・リチャードとなりうるスターを1名作り出そうとしていた。しかし結局、マーティンはビートルズにこの形式を導入せず、曲によって、ボーカル担当が異なるスタイルを取り入れた。 クラシック楽器の使い方をメンバーにレクチャーするといった役目も担っている。1966年8月のツアー中止以降のスタジオワークを重視した時期にはストロベリーフィールズフォーエバーのテンポと調が異なるにテイクを一つに編集したりアルバムサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドに収録されたビー n ングフォーザ・ベネフィット・オブ・ミスター カイトのオルガン録音でのテープ編集を手掛けている。なお、発売順としては、最後となったアルバム、レッドイットビーは、最終的に、フィル・スペクターが完成させたが、1969年に1月から、トゥイッケナム・スタジオで開始された、ゲットバックセッションには、ジョージ・マーティンが参加し、テスト版として制作された、アルバム、ゲットバックも、ジョージ・マーティンが、 グリーン・ジョンズと共同プロデュースしている。ブライアン・エプスタインの功績リバプールのネームズ、レコード店の責任者だったブライアン・エプスタインは、1961年に、地元のバンドであるビートルズの存在を知り、12月に、マネージメント契約を締結した。当時のイギリスの音楽界は、ロンドンが中心であり、地方都市を拠点とする、ローカルバンドがレコードをリリースしたり、 全国ツアーを行うといった活動は基本的に行われていなかったが、エプスタインはロンドンにあるレコード会社を回ってビートルズを売り込み始めた。この売り込みに対して大手レコード会社のデッカレコードがオーディションに応じているが、これはエプスタインが大手レコード店ネームズの責任者であることが影響していた。1962年1月に受けたデッカのオーディションは、 不合格になるが、エプスタインは引き続きレコード会社を回って、売り込みを続け、その結果ジョージ・マーティンによるパーロフォンでのオーディションを受けることになる。レコードデビュー後は、エドサリバン賞の出演契約締結などで、アメリカへの進出を実現させ、ビートルズの世界進出に営業面で貢献している。1966年8月のコンサート。 活動終了後も、1968年に、公開されたアニメーション映画、イエロー・サブマリンの制作契約を結んでいる。ビートルズを筆頭とするロック、ポップグループの流行については、1963年、当時から批判が存在した。特に、ビートルマニアと称されたファンの一部が、真夜中にもかかわらず、ビートルズが宿泊するホテルの周囲を4000人ほどで、 取り囲んで歓声を上げたりするといった騒動がタイムズ紙などで報道されている。日本でも最初の映画の公開時に地方上映を待てない100人以上の未成年のファンが保護者の承諾を得ないまま上京して警察に報道されている。風紀の乱れ、青少年への悪影響といった不当な批判が増大していき、母国イギリスでは1965年のんべくの 叙勲時にその批判が顕在化した。ビートルズへの叙勲に抗議する形で勲章を返却する者も,も現れ、この時は863個の勲章が返却された。同1965年、イスラエルはビートルズの講演を拒否した。さらにアメリカではレノンのキリスト発言に対する批判。日本では来日前に勝利期末太郎のベートルスとか、 ペートルスとかいう連中発言や、細川隆言と、オバマとシなりによる、薄汚い西洋の連中に、貴重な外科を使うな発言など、不当な批判や抑圧があった。また、ソビエト連邦や東ドイツを中心とした、共産主義国家は、ロック音楽を、資本主義による、精神汚染とみなし、ソ連ではそのレコード発売には、政府からの許可がおりなかった。また、 当時中華人民共和国などの一党独裁国家や大韓民国や北朝鮮などのアジアの発展途上国ではビートルズは話題にすらならずコンサートで立ち寄ることどころかレコードが売られたことさえなかった解散前にビートルズ側が制作した映像作品は5本あるこのうちブライアン・エプスタインがユナイテッド・アーティスツと契約した劇場用映画が ハードデイズナイト、ヘルプ。4人はアイドル、及びエプスタインの死後に制作、公開された、アニメ、イエロー・サブマリンの3本である。テレビ映画、マジカル・ミステリー・ツアーは、マッカートニー主導で1967年に、制作され、同年暮れに、BBC で放映された。ドキュメンタリー映画、レッド・イット・ビーは1969年に、撮影されたが、 公開は、翌1970年となった。1980年代に、VHS や、レーザーディスクが発売された。2020年現在、レッド・イット・ビーを除く4本の作品については、DVD や、ブルーレイディスクが発売されている。1982年に記録映画、コンプリート・ビートルズが、米、MGM の制作で公開され。 その後ビデオソフトとしてリリースされた。1995年には、計11時間に及ぶ公式ドキュメンタリー、ザ・ビートルズ・アンソロジーが制作され、2曲の新曲、未発表曲、アウトテイクを集めたアルバムと共に発表された。2004年には、初期のアメリカ公演の模様を収録した、ザ・ビートルズ・ファースト・ us ビジットが発表されている。 関係者のドキュメンタリーも作られており、2012年には映画、プロデューサージョージ・マーティン・ビートルズを完成させた男が、2013年にはビートルズのマネージメントスタッフの一人で、デビュー前からの時期でもあったフリーダ・ケリーを主人公にした映画、愛しのフリーダが公開されている。2016年9月22日には、コンサート活動時代を中心にした。 公式ドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ、エイト・デイズ、エイ・ウィーク、ザ・ツーリング・イヤーズが公開された。2021年11月25日、ディズニー配給の公式ドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ、ゲット・バックがディズニープラスで独占配信された。なお、1988年に公開された、レノンの電気映画、イマジンは一部に、 ビートルズ時代の映像が収録されている。スチュアート・セトクリフのビートルズでの活動とアストリッドとの関係と死を描いた映画バックビートが1994年に公開された。2000年にはレノンの反省とクオリーメン結成からビートルズがアメリカを席巻するまでを描いたテレビ映画ジョン・レノン青春のビートルズ1976年に ウィングスの全米ツアーが開始したマッカートニーがレノンの家を訪れたというエピソードをもとにしたテレビ映画ザ・ビートルズ1976ダコタハウスにてが放送された2011年にはリアム・ギャラガーの企画でマイケル・ウィンター・ボトムが監督するビートルズ映画の制作が発表されたがその後続報がなく公開もされていない2014年には世界中のファンが 自分にとってのビートルズを語るビートルズと私が発売された。2019年にはビートルズが消えてしまった世界で唯一ビートルズの存在を覚えているシンガーソングライターの活躍と苦悩を描いたイエスタデーが公開された。ライブ活動終了後のビートルズは新曲のプロモーション用にイメージ映像を撮影してテレビで放送するという方法を取り始めた。 ストロベリーフィールズフォーエバーやペニーレインなどのプロモーションビデオ映像が作られ、ライブによるプロモーションの代替手段として取り扱われる。マッカートニー主導で制作されたテレビ映画、マジカルミステリーツアーは、娯楽作品としての評判は芳しくなかったが、ザ・ビートルズ・アンソロジーにおいて、ハリスンが冗談交じりに、MTV は僕らの発明さと語っているように、芸術映画、 音楽映像作品としては評価する向きもあり、スティーブン・スピルバーグなどが映画学校の学生時代に同作に注目していたと述べている。ビートルズのメンバーによる楽曲の著作権の多くは以下の経緯で所有者が何度も変わっている。1962年10月に発表されたファーストシングルラブ・ミ・ドゥ PSI ・ラ PS ブ・ユーは EMI 参加の音楽出版社アドモア ビーチウッドに登録された。しかし同作は、全英シングルチャート最高17位に止まるなど、メンバーとマネージャーのブライアン・エプスタインの期待を、下回ったため、エプスタインは1963年1月に、発表された2枚目のシングル、Please Please Me, Ask Me w を、ディック・ジェームズの音楽出版社、ディック・ジェームズ・ミュージックに登録することにした。同作は、 全英二位のヒットとなり、ジェームズとエプスタインの関係は強固なものとなった。エプスタインはこのヒットを機に、ビートルズ自身の音楽出版社を設立することを決め、1963年2月22日に、ノーザンソングス社が設立された。同社は、ビートルズのオリジナル楽曲の著作権を管理するために、立ち上げられたジェームズ・トレノン、マッカートニー、エプスタインによる、 合弁会社であった。しかし、同社がビートルズといった著作権契約は、当時メンバーとエプスタインが著作権に関する十分な知識を持っていなかったこともあり、利益分配比は DJM が5割、レノン、マッカートニー、ネームズ合わせて5割と、ビートルズにとって不利なものであった。また、同社の議決権株部式は DJM が51%と過半数を握り、 マッカートニーが20%、レノンが19から20%、エプスタインが9から10%という比率で分けられていたため、契約内容の修正も困難であった。後にマッカートニーは、模擬し2005年9月号のインタビューにおいて、この時のノーザンソングス社の契約について、ジョンと僕は騙されたんだ。絶対にね。僕とは、 奴隷契約書に署名させられたわけさと発言している。1965年2月にノーザン・ソングスは税金対策のために500万株をロンドン証券取引所に公開。1967年のブライアン・エプスタインの死後は弟のクライブ・エプスタインが取締役を引き継いだ。1964年、ハリスンはネームズと共同で ハリソングスという音楽出版社を立ち上げた。ジョージが同社を設立した背景には、ノーザンソングスへの不満があり、1969年に発表された、オンリーやノーザンソングの歌詞は、ノーザンソングスの不当な契約を皮肉ったものである。そうした経緯から、ハリソングスの契約は、ノーザンソングスよりも、作家の取り分が多くなっていた。ハリスンの楽曲は、 当初は、ノーザンソングスからの登録で発表されていたが、1968年のアルバム、ザ・ビートルズからは、ハリスンの楽曲は、ノーザンソングスではなくハリソングスに、スターの楽曲もスターが設立した、音楽出版社スタートリングミュージックに登録されることになり、それ以降ノーザンソングスに登録される楽曲は、レノン・マッカートニーの曲だけになる。 1969年6月、ジェームズはすでに、ノーザンソングスの株を、数パーセント所有していた、ATV 社に自身が持っていた株を売却。残りの株をめぐって、ビートルズと ATV で、争いが始まったが、ビートルズはこれに敗れ、ノーザンソングスの筆頭株主は、ATV となった。そしてこの時のビートルズのビジネスマネージャーだった、アレン・クラインは、ビートルズの持ち株を、 ジェームズの倍の値段で ATV に売却し、決着をつけた。これにより多くのビートルズ楽曲の著作権は作者で、あるビートルズの元を離れた。1970年4月10日に、マッカートニーが、ビートルズ脱退を表明し、ビートルズは解散することとなるが、この ATV による、ノーザンソングス買収とそれにまつわる、金銭問題はその要因の一つとなった。また、 1971年にマッカートニーが発表したシングルアナザー・デーは表記上は妻・リンダ・マッカートニーとの共作となっており同年にレノンが発表したシングルハッピー・クリスマスも妻・オノ・ヨーコとの共作となっているがこのアーティスト名の表記変更は ATV との権利問題のためでもあった1985年 ノーザンソングスの持ち主である ATV が売りに出され、当時27歳のマイケル・ジャクソンが約4750万ドルで購入した。これ以降、ジャクソンがビートルズの版権を所有することになったが、その後、ソニー ATV ミュージックパブリッシングに版権が移り、ジャクソンはその版権から得る権利から持ち分に基づく配当として収益を受けるという形になる。ちなみに、 マイケルに、ハンケンビジネスを教えたのは、マッカートニーだと言われている。2009年6月25日に、マイケル・ジャクソンは死去し、その後、2011年に至るも、ハンケンをめぐって様々な報道がなされている。なお、ジェームズは、プリーズプリーズミー、アスクミーホワイを、ノーザンソングスに移管せず、DJM で管理し続けた。 DJM は1986年にポリグラム社に売却され、ポリグラムは1999年にユニバーサル・ミュージックに買収されたため、この2曲だけは2010年現在ユニバーサル・ミュージックが所有している。ありがとうございます。